突出して、うん、本当に全然面白さを持ち続けたとか2年しかしないんですけど増していく途中だね、はい、今思ったけど全員これしてるとなんか養成企業のなんかこうねなんかこうバーガーとかでそんな集団のね大きい声でね、はい、もう一回お願いします、そうですね、大きい声もう一回同じことを確実に言ってください、ね、はい、まだあの私には2年目で、まあ、今回メンバーもこうあの4人こっちに聞こえないのよ。これフェイスシールドで声が。あ、そうですよね。スカちゃんもプロ。大声です。スカちゃんも楽しかった。素晴らしい。ありがとうございます。そして、ソーダさん、今日どうだったでしょうか。いやー、てか本当に去年もなんですけど、とにかく現場が楽しくて、うん、おー、ご飯も美味しくて、おー、本当に楽しいし、あと、あの、まあ、は入らないんですけど、うん、その代わりカメラを使った演出だったり、はい、めちゃくちゃカメラいっぱいあるんですよ。あります、置いてありますね、カメラ、はい、だから、まあ、生で見るよりも顔をアップで見れるかもしれないっていう、うん、寄ったり引いたりね、そういう楽しみ方も皆さんあると思うなってすごく感じながらお稽古してます。はい、はい、まあ、それに言うとね、なんか僕らも見れるんですよね、今この寄りかなどうかなっていうのもね、うんうん、ね、まあ、僕の寄りがすごく少なかったんで、これ意図的なものだなと思ってね。寄り NG なのに。そうですね、まあ確認してもらって。だからその時になるとちょっとカメラが不調になる。だから俺のセリフになると引きになるのよ。うん、気持ちを表してるの。ね、多分意図的なのちょっと。まあ僕らのやつなんかね、どうでもいいんですけど。結局そういう感じ。なんだろう、その音が。ハマってんの今それ。いいんですけど。あ、ありがとうございます。はい、じゃ白井さんどうでしょう。私はあの去年はもう緊張して本当に自分から喋りに行けなかったり、なんかちょっと消極的だったんですけど、なんか今回はなんか自分から喋りに行けたり、なんか皆さんと仲良くなれて嬉しかった。まあね、白井さん去年はね緊張したけどね、はい、今年はちょっとね個人的な家のことで緊張してたよね。そう、個人的なことでちょっと揉まれてね、強くなったんだね、ちょっとね。強くなりました。とりあえず住む場所があってよかったね。いいよかったです。ありがとうございます。そして、初登場でございます。澤田さん、どうでした？はい、初参戦なんですけど、先輩方も、このままかみさんも本当に優しくしてくれて、すごく楽しんでやれてましたので、澤田さん、眠いのかな？眠ってないです。もうちょっと声張んないと、多分ちょっと近寄る、うん、大きい声、確かにカメラにはね、そう、カメラに近寄るのは構わないですからね、はい、うわ、毎朝やってるんですよ、ショールーム。あ、そうなんだ。ショールームで毎朝やってるんで、ショールームはないだろう、すごいわでね。確かに。じゃあそこで意気込みをちょっと、もうショールーム慣れすぎて何も喋らないのに耐えられてる。本当に頑張れ。そこにひたついていいんじゃないですか、そこに。ね。あ、いいよいいよ。いやいや、どうでも個人的にはマジでこんな感じなのに。はい。はい。いいよ。楽しかったです。本番も頑張ります。素晴らしい。いいですね、うれしくて。いや、いいです。素晴らしい。さあ、そして。斉藤さん、待ってました。待ってました。ベテランがね、初々しいからのベテランが。こう並び、そういう意味？いや、そんなことない、そんなことないです。やっぱ最後締めていただくね、安心安全の斉藤さんです。はい。どうでした、今日は？うん、でも今日は、初めて投資やったじゃないですか。投資っていう、今はちょっとちょいちょいやってましたけど、一切止めずに、本番さながらでね。本番ながらに稽古をしたんですよ。まあ、衣装とかメイクとかはなかったんですけど、はい、でもそれでも、あ、これこれっていう、ベテランだね、これだなみたいな感じのが、もう本当に今日ちょっと感じられる手応え、あ、これえ、いいものになるなって思いましたね。だからさすがにベテランのね、なんかなると牧子ちゃんあたりこう、いい時はこう、のっけぞるんですよ。そう、めっちゃいいなと思う。これ画面出てんじゃないですか。足伸ばしたくなるんですね。はい、もう今日来たらね、もう余裕でね、もうセットのベッドで寝てましたからね。スカちゃん、バレてるよ。ダメだよ、スカちゃん。一番に
楽屋だと思う。そう、今回の舞台ベッドがあるんですね。何キャラやん。そうだ、確かにベッドがあるんでね、ちょっとこう誰がそのベッドを使うかってことで、やだもう、やだ本当にパッションこういう。それはパッション保有誤解されちゃうからな。いらっしゃいませよ、パッション保有。ダメだ。あんな注意の仕方。パッション保有。相田さんのパスはすごいところ打ったからね。ああ、そうだね。はい、でもそれだけね、ちょっと見てもらうところがいっぱいあって、ちょっと楽しみってことですよね。いろいろちょっとファンの方に見ていただきたことがいっぱいあるという、もちろんベッドしかりですけども、それでいうと、松本さんなんかは今回主演じゃないですか。はい、どうなんですか、ここはね、相田さんと結構壮絶な争いもしたのに。そうなんですよね、うん、こう本番近づくにつれてこう仲悪くなったりとかあるんですか。それ逆になんか本番、まあ、ちょっと役柄的に、まあ、そんな仲いい役とかではないんですけど、うん、なんか日に日にどんどん逆に仲良くなってます。いや、疑問で返して疑問で返して、やめろよ。あ、でもそう思ってくれてるんだな。やだ、わーい、心よ、あさりちゃん。いや、でも昨日も、まあ、実は一緒に、ついてない、ちょっと距離を取って昼寝しました。あー、ソーシャルディスタンスでね。ソーシャル昼寝ね。昼寝しました。寝返り打ったらちょっと危ないぐらいの。そうですね。まあ、仲めっちゃいいですね。素敵ですね。そんな中ね、横の白井さんはもう自分の家のことが心配です。何があったんですか。それしか言ってないですか。家が何があったんですか。いや、何があったんですか。昨日もね、なんかこうみんなが楽しく稽古してた時に一人だけなんかもう。それお前もうその立場になったらそうなるよ。白井さんはどうですか。あ、私は今回一番後輩、うん、サンちゃんがいるので、ちゃんとしなきゃと思って、うん、ちゃんと頑張ってるんだよ。めっちゃお姉さんしてる。うん、本当ですか。普段はこんな感じではないと。いや、でも妹がいるからお姉さんではあるんですよ。いや、でも妹がお姉ちゃんみたいなんで、戸惑っちゃうんですよ。卒業するんだね。そうなんです、そうなんです。うん、だから、なんか妹みたいな子が欲しい。お姉ちゃんみたいって言ってくれて、なんか嬉しかったから、呼びしてくれる。やろ。なんか言ってあげてんのアドバイスみたいな。いや、まあ、お姉さんらしさみたいな。いや、本当に私アドバイスができる身分じゃないんで。じゃ言うんじゃねえよ、それ。いや、なんでいいじゃないですか。何なの？お前、感触持ちかな。まあ、徐々に。徐々に。なんか、ゆっち教えてくれたんで。教えてくれました。いや、教えてくれた。でも結構楽屋でゆっちからね声かけてるところ見て、うん、ちゃんと後輩のために気持ちを取ってあげてるんだなって伝わってきました。 なんでそのなんそのジーパンお金ないのとか言ったお金ないの、ダメー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 。それを言った瞬間の松本さんが膝隠す。ねえ、ね、そういうのです。あ、ファッションだ、ファッション、ファッションだ。ソーシャルディスタンスでしょ。どっかへ撮ってんの。そうそうそう、どこでの。でも、マキコさんそういうなんか仲良くなってる後輩見たりとか、1、2でちょっと距離が縮まってる2人とか見て、どうなんですか？いや、もう嬉しいです。うん、あ、でも本当に、うん、なんだろうな、こう、去年こう初めて、このカフさんと一緒にやらせてもらって、はい、なんか、まあ、今年もやるってなったら、またもう一回全メンバーからこうリクエストを募ったわけじゃないですか。うんうん、なのに、あの、もう4人同じやつがいるって、まあ、おかしい話じゃないですか。でもそもそもね、うんうん、でもあのめちゃくちゃそう言っていても、私は自分が出たかったし、みんなもなんかもう一回あの夏過ごしたいな今年もって、うん、なんか思えたんで、であのやっぱあの橋の凱旋まだ、ね、できてないわけですから、ね、そう、それもやっぱあるので、うん、あのより私たちも気合入ってますし、うん、さんちゃんが入ることによってよりこうフレッシュな感じとか、うん、まあ、なんか閉まるところは閉まるなって思ったし、新しいまたコント劇ができるんじゃないかなっていうのは期待大ですね。本当
さすが。だからマキコちゃんね、言うんで、いつね、この間も話したけど、やっぱあの橋のやつもじゃ、やっぱ忘れられないって言ってるし、それ終わるまではって言ってるし、だからそれがね、成し遂げられるまではっていう気持ちがね、まだ見つかってないからね、あの橋ね。そうだね。あの橋をどいつまで探してんだよ。俺、あけぼの橋かなと思ってなんで、なんで新宿の横行くんだよ。あれですね、もうあれ、凱旋終わるまでやめられないですね。そうだよ、ここまで切れませんから、私。そうです。ずっと一緒ですよ。どうしよう。怖い。ずっと一緒ですよ。でもどうするか、次回誰も立候補しなかった。いやいや、それはもう今回次第ですね。あ、なるほど、はい。そうですね。まあ、そんな中、ちょっと今、LINE じゃなくて、ショールームで、はい、いろいろメッセージもらってるんで、はい、ちょっと読み上げてみましょうか。なんかいいコメントあるんですかね。なんかね、いっぱいありますけど。はい。名古屋で見たいねっていう、そう、有田くんさんが名古屋凱旋公演をね、で、フルさんも名古屋で見たいねっていう、だってこれまたね、このブラサバが名古屋で凱旋っていうのもなきにしもあらずってわけですよね。そうなんですよ。ただまあやっぱりそれもね、状況次第でやっぱり我々も行けますから。そうですよね、うん、別に、ね、名古屋行ってリモートやったらどこでやっても一緒じゃないかって話になっちゃうんで、そうなんですよね。旅費だけかかってんじゃねえかっていう話になっちゃいますね。確かに確かに、行ける時やったらやっぱそれ行きたいですよ、うん、あと、さんちゃん喋ってとか、さきこんも含めてとか聞きますね、うん、はい、そうだよね、前回のね、ヒロイン、うん、とか喋って言ったらもう、伊達さんが一言も喋ってないですよ、始まって。いや、僕ね、ちょいちょい刺してるんですけど、声が小さくて皆さんに絶対届いてない。赤井さんが伊達さんの出番はやっぱり失敗して、伊達さんどうでしょう、今回、うん、いや、今回でも結構すごく仕上がってるなっていう気がすごいします。なんか劇場でなんか稽古できる日がいつもよりちょっと多いんですよ、うん、そう、今回はね。だからなんかすごいなんか結構まとまりがあるなと思うし、皆さんもなんかあの去年出てた方たちも、あ、この人まだこんな一面があったんだみたいな、うん、って思ったりするところがすごく多くて、で松本さんとかはね、もうあのこんな動きする人間がいるんだよ、ね、人類を超越した動きをしますからね、今回はね。すごくなんかそういうのが皆さんそういうのもありまして、うん、なんかすごく楽しいなって、うん、はい、どう見てくれて。すごいのが来ましたね、あのサリちゃん目は大丈夫っていう。多分傷ついちゃったやつだね、新幹線でね。見てあげて、みんなに。もう完全に大丈夫で、まあ、すごい遠いんでね、なんですけど、ちょうど二重の線の延長線に赤く傷がついて、うん、あの目がちょっと大きくなりました。あなんか傷ついた。いや、なんか新幹線でこうやって寝てたら、うん、この棚ちょっとした出っ張りにバンってやって流血して、うん、っていう、そういうのがあったんですよ。そういうのがあったんですよ、皆さん。すいません、なんか私事で。目が覚めたら湘南美容外科だったとか、整形したのを新幹線でぶつけたってことにしたわけではない。違いますからね、皆さん。ちゃんとね、間違えないようにしてくださいね。そうなんでいいんですか。マッチポンプかなっつって。でも私ですから、なんかそういう女っぽいですもんね、私って。そんなそんなフォローがあるよ。そんなことないですよね、皆さんね、絶対。いや、女っぽいけどね。可愛いですよ。可愛いですけど、今すごくもうバッチリ治った、ほぼ治ったんですよ。よかったね、当たりどころ悪かったらね。死んでたかもしれない。死にます。まあまあ、そうかもな。そうなんだ。よかった。なんでよかったです。そして、メッセージっていうか、まあ、LINE で、タイムラインで、うん、カノンちゃん、いろいろできるからね、拾えないのは先輩たちのせいだから。意地悪な、意地悪なコメント。拾うね、拾うわね。面白い、拾いましたね。そんなことは、そういうやつブロックしましょう、ブロック。狂犬が発動してるか。そういうやつはブロックだよ、ブロックしましょう。すごいですよ。まあ、あとギャグで多分さっきのサリちゃんの目の傷のことで多分冗談だと思うんですけど、うん、本当はマキコにやられたんだろう、わらわら。こうやってやめてそれ。あの、ここで引っかかる。そんな特徴、慣れてるやつの。慣れてるやつ。それは新幹線で斉藤さんにこう、わざわざ広げるところがひどい。傷を広げる。
すごいし、いろいろでも来てますよ、コメントがいっぱい。いや、本当だね、結構ね、あ、もう5000人近くの方が見ていただいております。ありがとうございます。あ、いいですね。いじられま、あ、いじら、松本さんがいじられ役みたいなのも書いてありますね。いじられ近く、うん、っていうコメントもあった。いじられ近く、はい、ありましたよ。ブロックしますか。ブロックしますか。ブロックが早い。ブロックが早い。ただね、やっぱりあの、さっきも言ったけど、あの独特な動きとか去年なかった動きは確かに近く多いから、うん、ちょっとね、いじりがいはやっぱ去年よりはだいぶある、うんうん、ただあの彼女はあの主役はボケれないから嫌です。なんでもっと私はボケたいヒロインはボケづらい。今回どうなの、松本さん、ボケてます？ボケって少ない。え、でもあのミニコントの、うん、あ、そうだね。そう、だから本編の鬱憤をやっぱ話してる、うんうん、でもちろんこう主演ですごいこう楽しいんですけどね、セリフがあって、うん、でもやっぱりなんか周りないものねだりですよね、うん、周りがすごいボケてくるのに、うん、やりたーってなってきちゃうのでうずうずしてくる。そうなっちゃう。本当だよ。そういいですよ。楽しいです。1位になるべくしてなったようなコメディエンヌぶりですよね。すごいな。うずうずしてくる。いっぱい出ますから、近いちゃんもやっぱ。なんか面白いイントネーションがね、芝居中に出てくる。難しくて。はい。そんな中、はい、なったのは、こう見てると、こうやって見てるとですよ。はい、こう見てると、伊達さん普通のアイドルファンだよな。チェックだから。いや、たまたまよ。たまたま。夢のような時間です。かわいい。一番課金した人が特別に今日は。特別にゲストですか。伊達さんという存在はいなくて、変わる変わるやつ。そう、3回劇場に来てくれた方ですよね。おめでとうございます。ありがとうございます。優しい。かわいい。いいですね、はい、あとですね、近くの面白さは芸人受けって書いてある。あら、もうやっぱ芸人でプロに好まれる感じなんですよね。確かにね、そういう感じはあるかもね。あの、やりたくてもやれない感じはちょっとあるよね、うんうん、ああいうコミュニティ感はね。あとそれこそ結構多いのが、あの沢田さん初じゃないですか、うんうん、沢田さんにアドリブを期待してるという、うんうん、いや、ミニ伝いだってダメよ。私がアドリブ。まあ、そうですよ、ね、そういうつもりで言ったんだけど。すいません、なんかアドリブできる。アドリブが見たい。まあでも出せそうなコントはあるっちゃあるかな、うん、ね、うんうん、もしかしたらそこは日に日にあの進化していく可能性は、まあそれはそれぞれあるけど、さんちゃんのも多分ある。でも一度もアドリブ入れたことない、この稽古までで。ああ、確かに。ああ、そうだね。ないよね。だから、うん、本番ちょっと重ねるうちにやっとりしてもいいんですかね。いや、いいんじゃないですか。ていうか、お前さっき俺を舞台の上でハゲっつったろ。さっき、投資で入れてんだから。台本やったんじゃないんだ。無意識につい。よりが、どんな言葉でも、ソーダさんの可愛い発音で言うと許されるよ、ね。なんかね、すごいな、いいな。あとですね、あ、ゆっち、はい、あ、ゆっちに癒されるなっていうコメントも来てますよ。うわー、やった。実際、舞台中では癒されるなんていう役あったりするんですか、どうですか。あ、え、私の役ですか。はい、ゆっち的に。ある。あ、あります、あります。自分の役っていうのはありがとう。全然台本が過ぎてないじゃないか。めっちゃ面白いやね。どれだろう、まあ、言えないとしても言ってみると。あれです。これでしょ。でもあれはあの癒しと暴力が共存されるから、癒された後に一気にね、何のことかしらっていうのはあのぜひ見てくれ。ぜひ、これめちゃくちゃ。このユッチはなかなか見れんとは思うな。いや、もう一番頑張りました。でも本当に体に張ってます。ある意味張ってるよね。張ってる。めっちゃ面白いやつ。あとあれですね、これ名前も今言わせて、うん、とりあえずマキコさんジョジョ園弁当の差し入れ、これどういう意味ですか。どういうこと。あ、去年なんかマキコさんジョジョ園弁当の差し入れを。おととしだ。どこなっちゃう。おととし、はい、あのあ、そうだ、ちょっとまだアイヤさんプレゼントで舞台させてもらった時に、はい、私主
演だったんですけど、はいはい、主演だったんで女子演弁当入れました。ああ、じゃあ今回は主演の人が女子演弁当っていうそういうのなんですか。なるほどね。いやいや、ま、私は全然そんな、だって今回何人でしたっけこれキャスト含めて、まあ、20人ぐらい、まあ、そうですね、規模は小さい。60人ぐらいいたんです。うわすごい。そういうのよく聞くよね、有名な俳優さんが主演の時。見たくですよ、これ、ね、いや、ね、いやマジ破産しました。わー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 、いや、でもさすがだよね。じゃあ、近く ATM 行く？とりあえず行っていいですか。いやでも、今回でもさ、やっぱ差し入れとかってあんまりね、まあね、ソーシャルディスタンスだしね。だからあんまないんだよね、今回ね。だからそういうのもね、よかったね、近いですね。よかったな、救われたな。かわいい。皆さん、じゃ楽しみにしててください。おお、これは何かが来るかも。来るかも。いいんだよ、いいんだよ、しかちゃん。やだよ、うまい棒とかそういうの。そういう落ちやだから。うまい棒、ジョジョエア。ジョジョエア。カルビア。カルビア。そういうのやだから。食べてみたいけど。いろいろ来てますよ。あ、あとですね、サリちゃん最高かよ。最後にサリが全部持ってくっていう。え、やだ。何？あ、でもとりあえず私のこと好きってことですか？そうじゃないですかね。多分そういうことだと思います。うわあ。フェイスシールド越しの、ね、ソーシャルディスタンスです。ここがもうキュピンク。それ書いてもらえないですか？なんで、これダメだ、ダメだ。すいません、失敗しました。すいませんでした。グッズでは出るかもしれない。グッズ出たら、直接接触。ほぼ俺らのやつでしょ、詐欺だよ。詐欺だよ。あと、いろんなコメント来てます。ラストぐらいにしようかね、コメント拾いはね。それぞれの役の決め台詞などあるんですかっていう、ちょっとこういう質問を。いい質問ですね。まあ、決めっていう意味ではみんな決めはあるかな。まあまあそうですね。うん、ゼリフとなりますとちょっと、確かにそうですね。確かにね。でもまあそれぞれのちゃんと見どころはきちんとガツッとあります。いやありすぎですよ、うん。確かに全員ありますね。映像も相まってる。確かに。うん、ワオっていうのがね。ワオっていうのは多分あると思います。でもキャラがもうみんな違うじゃないですか、完全なる、はいはいはい、もうだから結構それによって全然違いますよね、うん、どうだ、みんなの中でメンバーさんの中でこのキャラは普段と近いよねっていう、あなた一番近くね普段とってのあります？いやもうそれはどうぞ。え、そうしたら完全にサリコこんな一致しました。これは楽しみですね、本番。手がサワ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 。みんなみんなもでも私すっごくいい子の役なんで、いい子だったらってね。もう終わりだよ。国宝行きましょうか。これはちょっと皆さん見て確かめてほしいですね。最高に面白い。ではでは、じゃあ近くに、はい、うん、じゃあ今回のね、とこうじゃあ僕読み上げましょうか。前ちょっと空間見えないかな。前行こうか。あのソファ行っといて。はい。行きますか。はい。じゃあ、近くそのままじゃんって感じで読み上げてみてくれ。読み上げられる？見やすいです。はい、大丈夫です。あ、じゃあ読み上げる。じゃん、見えてますか？あ、今どうなってる？あ、ちょっと待ってね。画角を調整します。なるほど。あ、ああ、インカムにする。近くアップありがてえ。なるほど。ね。もうサリちゃん、好き好きとか言ってますね。あ、映ってますね。はい、では今回のお願いします。はい、まず松本さんお願いします。特報その1、全6公演それぞれで異なるアフターイベントを開催。やる。つまり、毎回違う、アフターイベントをやるっていうことですね。すごい、はい、そういうことでしょうね。すごく噛み砕いてる。そういうことを言った。そういうとこ突っ込まなきゃみんなうんうんって言ってはい、でもまあこれはね、そう、その詳細をですね、次また松本さんが出していただきます、はい、その詳細をどうぞ。こちら、はい、ザン丸1、8月28日金曜日昼公演14時、会場開幕開演の会ではアフタートーク、テーマ、はい、
グラサバオリジナルコント企画会議千秋楽で披露。よー、はい、1個ずつ解説していこうか、ね、行こうか。つまりその、千秋楽でオリジナルコントをやるために会議をやるということですね、うん、そうです、そういうことです。それがスタートオークの内容であると、うん、はい、伊達さん、こちらはじゃあ伊達さんの方から説明があるということで、あの初日の最初のお昼のトークの時間で、うん、僕たちがあのあとメンバーの皆さん、あとお客さんのコメントも含めて、はい、いろんな意見を出していただいて、うん、その場で何どんなコントを作るかを決めて、それをその2日後の千秋楽の夜までに台本にしてみんなで覚えてもらって千秋楽の日に披露するっていうのを、やってみようと思います。いや、これは、これはね、みんな伊達の姿を見るのは最後かもしれない。いや、あとそれで燃え尽きるかもしれない。あと我々もね、その何を言うかによってやっぱ変わってくるから、うん、やっぱなるべく負担は減らした方がいいわけだから。変なこと言ってこう難しくなっちゃったらもう大量なセリフ量になる可能性もね。どうする？ってかそのグラサバより長くなっちゃうみたいな感じ。ありますよ、全然ありますよ。2時間のことみたいな。それがね、募り募った。でもやるっつったらやりますからね。うちの伊達とアイヤはやるっつったらやるんだから。わあ、うん。俺はやるよ。4人ぐらいかぶっちゃったみたいな。ね。それ奇跡が起こるかもしれない。ただ、これを千秋楽までやるっていうのが、うん、やっぱりこれ、まあ、一つのイベントですから、うん、みんなで一生懸命2日間しか作れないんですもんね。そうですよ、だから本当に、まあ、だからあの言ってもそんなに長い、うんうん、もしかしたら30秒ぐらいかもわかんないですし、短い場合はね。逆にすごいよね、それね、うん、30秒に全部詰め込むっていう可能性があるから、わかんないです、ちょっとでも、まあでも何かしら一つのこうものを作って、うん、最後に皆さんにお届けして、うん、ご覧いただこうという、うん、企画でございます、はい。これは初めてだね、うん、我々市場でも、はい、はい、続いて丸に8月28日金曜日夜公演19時、開幕開演の会ではアフターコント、コント劇あの橋で大好評だったあれやっちゃいます、その1。おいや、急に来ましたか。あの橋っていう最初の公演でやった、あ、まあ人気があったコントを実際もう一回やってしまおうと。なるほど、先輩と私だ。先輩と私だ。何やるかはまだ言えないです。一番人気のコントをやるみたいな。いや、もうあれは突き飛ばしじゃないですか。ね、飛ばすかもしれないね。あ、妖精じゃないですかね。あ、それかもしんないよ、もしかしたら。ちなみにさっちゃん、どのコントが好きだったか見たんだよね、映像。見ました。うん。あの橋。先輩。あ、おぉ、知ってて、いいよ。この子出世する。絶対知ってた。この子出世する。合ってるね。あ、もう、あの、ワンジョジョ円弁当。ワンジョジョ円。どこが強いか分かってる。どこについていけば。そんな、狼の群れみたいなさ。ここじゃない。ソーダさんはもう近いうちいなくなる可能性もある。もう今売っといてもね、今売っといても無駄かなと思ったのでさあ何がやるかはでも分かんないよ。そう、これは楽しみですから、はい、ぜひぜひ、皆さん楽しみにしておいてください。マスモさん、次お願いします。はい、続いて丸さん、8月29日土曜日昼公演の会では、うん、アフタートークテーマグラサバ中間反省会。おお、これはやっぱり中身で折り返しということで、まあいろいろミスも出るかもしれませんから。そうでしょうね、うん、反省会ということで、はい、やっぱりね、暴走する人もいるでしょうし、ネット散る人も出るかもしれません。確かに出るかもしれません、はい、うん、そういう意味でこうみんなで直していくと、はい、そういうところだと思います、はい、怖いね、コメントが怖いね、皆さんからの真摯なここを反省しろっていうコメントも、本気のコメントもあるかもしれないからね。我々は、ね、一公演終わりつつね、うん、あの録画したやつを見て、うん、次の日に備えますので、はいはい、まあ、真摯にね受け止めること多いですから、はいはい、まあ、皆さんもね責任持ってコメントいただけたら、はい、圧がすごい。それ以上は覚悟して記録されてますから、ね。さあ、松本さん、次お願いします。続いて、8月29日土曜日夜公演の会ではアフターコント、コント劇あの橋で大好評だったあれやっちゃいます、その2。おー、まだやんの、まだあると妖精かな。
かな。2個できるから。あ、どれかな。カノンなんだと思う。妖精。ナンバーワンとナンバーツーをここでつけた。この子伸びるよ。まずはマキコさん行ってからの、うん、ソーダさん行って、うん、まあ、自分と同列でちょっとユッチを、うん、いや生まれんだったら結構おつかない。シカコには振らないっていう。おい、今回あるんで大丈夫。あ、今回あるんで、はい、さあ、はい、お願いします。はい、そして続いて丸5、うん、8月30日、日曜日昼公演ではアフタートーク、テーマ最後にやり残したこと、カッコ仮。カッコ仮、これカッコ仮っていうのがね、またあれですよ。もうそこの段に来るとね、うん、もうあと残すところ1回っていうことになりますから、うん、確かに。そこでなんか、いや本当は私こういうのやりたかったんだっていう、まだ出し尽くしてねえぜっていうのを、うん、最後の叫びを。だ、最後にぶち込むにはね、うん、最後1回しかないわけですから、うん、それやり残したことをこう言うっていうのは一つあるかもしれない。確かに、はい、だから真紀子さんだったらね、はい、なんかちょっともうちょっとこうワイルドな役やりたかったとか、あれ以上結構もうビジュアルとかで結構ライダースとかあるんですけど、ね、あれ以上に攻めた役をもっとなんかこう持ちたかったとか、前回のユーチとかみたいな、そう、金属バットとか。小道具ないって言ってます。小道具ね、ちょっとあんまないですね。体でちょっとボディートークだね。ちょっとそうさん、ちょっと足広げるのやめてもらって体でっていう。すいません。閉じとこうね。さあ、松本さんお願いします。じゃあ最後は。続いて最後は8月30日日曜日、この千秋楽の公演ではアフターコント永久謝罪会見2020とグラサバオリジナルコント劇を披露します。あれですね、永久謝罪会見というのはその大人のカフェの、はい、ネタで、そういうネタがありまして、うん、まあ、それの2020年バージョンということで、当然 SKE さんも入って、今回スペシャルだね、はい、まあ、それをすごく楽しみに皆さんしていただけたら幸いだなっていうのと、うん、あと初日に考えていた、オリジナルの、うん、決めたやつをここで合わせて披露する。あ、じゃあ2つやるというね。もうスペシャルだ。もう脳を燃やし尽くす感じ。盛りだくさんです、本当に。最後の振り絞りですよ、うん、振り絞りです、はいはい、ただ一つ言えるのは、あの半沢直樹だけは見といてくれっていう。そうですね。それが何がどうなるかは分かんないけど、それだけはちょっとみんな見てるかもしれないけど、見とこう。そうですね、あの、うん、パート1だったらもうレンタルしてますし、うん、はい、我々あの回し物ではないですか、TVerとか入っていただければ、はい、今からでも追いつける今からでも追いつけるかもしれませんので、ぜひ見てください。千秋楽終わって、うん、半沢直樹ぐらいですね、多分。ああ、そうですね、そうだね。ちょうどいいかもしれないね。ちょうどいい流れとしては、ムードが盛り上がる、はい。ぜひ見ていただけたらと思います。ぜひお願いします。はい、実はですね、まだまだ、お知らせがありまして、はい、松本さん、お願いします。こちら、特典その2、ドン、双方、双方向エンターテインメント企画、うん、セリフを決めるのはあなた。今回ね、これ一押しの企画でして、双方向エンターテインメント企画、この言葉がね、実は大事でございまして、はい、はい、抑えるね、双方向エンターテインメント企画です、はい、なんかどんどん滑らかになってこれあなたが決めるということでして、これは皆さんコメントできると思うんですよ、はい、見てる方が、はい、会場中にですね、まあ、15分ぐらいから、うん、前ぐらいから会場中からもコメントができると、はい、でその会場中に選ばれた言葉を、はい、我々が、誰かが、うん、まあ、どんなパターンかは、まあ、どのタイミングかわかんないですけども、言う可能性があると。そうだね、その回でね。面白そう。だ、例えば、あの、マキコさん、ダッフンダやってって入れたとします。うんうんうん、したら、マキコさんがどっかでダッフンダをやる可能性があるんですよ。可能性がありますね。はいはいはい、はい、はい。っていう意味ですね。分かりやすく言う。そういう意味です。加賀さん、パン君やってって言われたら、パン君やってダッフンダとパン君が組み合わせるかもしれない。いや、完全にそうじゃん。動物園なんで。初めてパン君が抱きついて、マキコさんが死んでしまうっていう。押し潰されてしまって。で、ダッフンダって。そういうのもあるかもしれない。そういうことですので、はい、これも一押し企画でございます。確かにこれは普通の舞台だと、うん、ないです。これはできない、うん、やっぱりね、このオンライン上で皆さんに見ていただくっていう特性を
はい、こういうメリットがあるんだね。そうなんです。あ、ぜひぜひ、はい、でこのセリフを選ぶのはね、まあ、主催者さんが選びますので、はい、我々はもう本当にギリギリまで知りませんから。そうなの。ドキ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 ですよ、これは。誰が言うかもわからん。園田さんのね、怖いがね、すごい怖悪魔な感じですね。怖い怖いわ。はい、素敵ですね。はい、隣にいるユッチがね、こうしてやるべきパターン。いや、通常運転だなって。通常運転。女性って怖いですね。通常運転ってこういう時に使うんですよ。早速、はい、伊達さん、秋元さんやって。先生。すごいね、その振りは。おしまいですが見たい。おしまいですか。大和田常務ですが見たいとかね。コメント様子来てますね。なるほど。はい、それではじゃあ次行きます。あ、次なんですか。まだまだあるんですよ。はい、続いて徳田園さん、オフィシャルグッズ販売、8月27日木曜日12時からスタートです。スケイ法廷とパッションフォーユーゲーム内にて限定販売です。どうした。つまりここでの味噌は、鍵はまずパッションフォーユーに登録しないとってことですね。登録していただいて、そのゲーム内で限定で販売できると。そういうことでございます。そういうことですね。で、多分このね、グッズがいつからかっていうのを皆さんも気になってたかもしれませんが、はい、ここが初出しです。27日の昼の12時。うん、今ちょうどグッズが来ましたね。おー、なんかすごい。ゲーム内で、限定で発売できると。はい。あ、明日なんですか。ありますからね。来ました。あ、すごい来た。じゃあこれもせっかくですからね。ちょっとみんなにメンバーの方に広げて。でもあれ届くのは終わってからになっちゃうんですよね。でも。あ、届くのが。発送タイミングですね。うん。わ、実際はまあ。すごい。うわー、寄ってこい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 寄ってくべ寄ってくべ、でん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 、こちらがまず T シャツ、白バージョン&黒バージョン、白バージョン、白バージョン、サイズはフリーですね。 L サイズオンリー、はい、あ、 L サイズオンリー、うん、確かそうかな。私たちでも結構大きめで、ね、いいよね。女子が大きめの T シャツ着てんのいいよ。いや、やだ、何を、そんなね、大きめの T シャツなんて、何を。ただいまからの大きめの T シャツいいよね。そういうのいいね。結構もう、結構大きい。お結構大きめ。これ、裏もね、こう。ないですよ、何も。裏も綺麗にね、生地が出来上がってます。綺麗にできてますよね。綺麗に売られてるからね。さあ、他にありますグッズは、はい、あ、じゃあ、ゆっち行こうか。缶バッジとクリアファイルのセットです。あ、これ結構前で見せた方がいいかもしれない。うん、はい、うん、それといいですね。クリアファイルですね。はい、で、缶バッジはじゃじゃん。あ、みんなメンバーそれぞれのが、あちこさん、はい、いいですね。ちょっと大きいね、今回はね。ビッグサイズ。はい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 、タコさん、これは組み合わせはどういう感じですか。です。クリアファイルに、ファイルは共通で一種類。共通で一種類クリアファイル。うん、缶バッチはどれか選べます。缶バッチは選べるということで。選べます。選んでください。嬉しいですね。目指せコンプリートだ。はい。そして、そして、曽田さんが持っているのがこちら。ポスター。ポスターです。おお。やっぱ相変わらず可愛いですね。キラキラしてます。こちら。いいですね。サイズも大きい感じで。こちら裏に、各メンバーの写真の両面になっております。はい、その可愛い子誰ですか？あ、私です。あー。可愛く見えます？あ、怖かったですね。ありがとうございます。なんか安いキャバクラ。安くないですよ。ポスターって実際こう現場とかで買ったりとかしたら、はい、なんか折れるの嫌だなとか心配あるけど、今回家に配送されることは絶対綺麗な状態なんじゃないですか。確かに。いいですよね。あ、それいいですね。確かに。で、そのまま額に入れちゃえば、もう本当に綺麗ですもんね。うん、その心配がないのはね、いいですね。確かに。あ、かさばるしね、うん、持って帰るってなんかいくらでも買えちゃいますよね。ね。確かに。確かにね。ね。
たくさん掘り込んでください。ちゃんだろう、ね、俺でよかったらサインしてあげたいけどな。途端に減る途端に減る。あ、ちゃん、はい、何ですかそれ。あ、それ何ですか。大きいポスターです。あ、ぜひぜひぜひ。あれ、はい、わ、私ポスター。私ポスターです。これは広に大きい。いいですね。ゲットしてください。はい。いいですね。朝起きたらね、しばこちゃんが見てくれてる。おはよう。おはようです。おはようです。あ、はい。あとこちら、プロマイザー。プロマイド。プロマイド。プロマイザーって何ですか。おい、ちょっとバレてるぞ、いろいろ。なんだプロマイザーって。会場、会場。こちらも。最後のボスみたいな。プロマイドが3枚セットでランダムです。3枚セットでランダム。なるほど。ハクさんのもあります。あ、僕らもある。うちらもいる。レアプロマイドとしてハクさんのもの。あった。僕らのやつもある。僕らは3人1組ですか。いえ、ピンです。ピンです。じゃあもう、加賀さん、飯野さん、伊達さんって3枚セットもあるわけですか。最悪。最悪最悪のパターン。当たり当たり。そうじゃない、レアね、レア3枚。郵送で送られてきて俺らがさ出てきたけどさ、ファンの方々どんな気持ちなんだろうね。だからまあその人物の形で切り抜いて紙相撲とかしてもらえば。お菓子の裏面。そういう遊び方もできますしね。あの僕のが出たらね、なんか僕を街中で見つけてくれたら僕はサインします。あら、そういう特典もある。はい。ただあの駅の公衆便所で見つけた時はもう僕はもう痛い来るから。どういうのか。いるのかそんなやつ。そんな人がいたらぜひ捨てないでください。はい。どうもあります。以上ですかね。まだ。まだある。まだあるんですよ。なんですか。特典その4。トレーラームービー大公開。これはどういうことでしょう。はい、こちらはですね、ツイッターの方で、はい、あのオープニング映像ですか。そう、それをね、ちょっと、形を変えたギュッとしたものですね、が、あのこの後ツイッターの方であのコント劇の方であの公開されるので、ぜひ行ってください。撮影めちゃくちゃ、ね、楽しかったですよね。これは上がったね、力作。いや、すごかったですね、うん、その映像も僕だけ引き立ったんですよね。そんなことないですか。なんなら一番前に出てたよ。グイグイ来てたの。よかったです。はい。そしてそして。はい。ということで、まあ、いよいよ、うん、あさって8月28日金曜日14時から初回公演がスタートします。はい。チケットのご購入をお忘れなく。うわー、すごいですね。やっぱすごいのがね、このチケットシステムのこの何柔軟さというか、ね、うん、幅の広さといいますか、はい、それを、ね、今からちょっと説明したいと思います。松本さんお願いします。はい、チケットのご購入は E プラスで SK… 松本さんもうちょっと前の方がいいかな。前の方ですか、ね、はい。チケットの購入は E プラスで SKE 大人で検索してください。料金は3000円で、もう税込み3000円です、はい、なんとアーカイブ配信でもご視聴いただけます。これだよ。アーカイブ期間は公演後1週間までです。これだよ。チケット販売期間は各公演のアーカイブ期間終了までです。これですよ。ぜひぜひ。すごい、素晴らしい。1回きりじゃないんですね。1回きりじゃない、はい、だから変な話、公演が終わってから1週間見れるってことだから、うん、例えば噂でね、この回、うんうん、あの神回があったみたいなの後からでも変えて見れちゃう。見なかった回も見れる。見れちゃう。で、本当はこの回見たいけど都合がつかないっていう時でも、もうそんな時間も関係なく、うん、見れちゃう。見れちゃう。すごい。大事なのは忘れずに買っておくってことですね。安心せずに。そうか、そうか。アーカイブだからいつでも見れると思って忘れないように。そうなんです。最大1週間見れる方がいいですもんね、だってね。そうですね。すごい。はい。そうなんです。例えばネットフリックスとか30日無料で入っても、うっかりしても1ヶ月見なかったみたいな。ありますか。ことありますから。確かに。同じ感覚で必ず買っていただきたいなと、うん、でもね、やっぱりね、一番はこうリアルタイムでこうコメントができたりとか、うん、そういうやっぱね、もう本当にリアルタイムでやりますから。いいこと言う。もうなんだ俺急な振りに弱い。なんもねえなっていう空間がね、ここで来るんだ、ね、ただね、ゆっちがまた嫌な顔してるんだよ。出ない出ないですよ。大好きですよ。今日はサリナさん何運転ですか。あ、今日は通常
言わされてる。言わされてる。ぜひぜひね、はい、皆さん、もう一度ですね、忘れずに、はいはい、コメントできますから、はい、生配信間に合っていただけたらなと思います。はい、はい、急遽予定が空いたっつってもすぐ帰るからね。変えます変えます。これはすごいよね。もいいですもんね。そう、全然行きます、うん、いいプラスですね。はい、はい、ぜひぜひご購入ください。イエーイ。ありがとうございます。サンキューちかちゃん、ありがとうございます。さすが主演でございます。いや、すみません。じゃあ松本さん、はい、席に戻って、うん、はい、よくなっちゃった。というわけで、はい、ショールームやってきましたけども、はい、まあ、何か、じゃあ代表して、松本さんどうです？はい、そうですね、先ほどもメンバーが言ってくれたんですけど、まあ、今回は配信限定ということで、まあ、ファンの方だったりお客さんがこういなくて、こう笑い声がないっていうのは正直辛い分もあるんですけど、うん、今回その配信限定だからこそいろいろ使えるものがあったりできることもたくさんあるので、はい、また新しいコント劇を楽しんでいただけたらなと思います。皆さんぜひ見てください。よろしくお願いします。はい、素晴らしい。まあ、じゃあせっかくですからね、ソーダさんもじゃあいいんですか？お願いします。でも本当に笑い声、多分お家で笑ってくれれば届くと思うんですよ。いいこと言う。おお、そんなことです。確かに。はい、だからもう本当に天を越えて、塔を越え、海を越えて笑いをここまでください。お願いします。心の天またぎ。そう、何流行んねえな。心の天またぎ、天またぎをね、皆さん心の天またぎしましょう。ハッシュタグ心の天またぎで。あれ？今日のところはね。まだ配信終わってないから、ね。まだ配信、まだ配信中。じゃあというわけで、ゆっちもいいですか？みんな聞いてくパネルみたいな。みんな聞いてくね。せっかくゆっちのファンもね。いや、やっぱりオンライン、うん、オンラインと。やっぱ劇場で見るのもすごい捨てがたいですけど、オンラインって初めてじゃないですか、はいはい、だからそれオンラインでしか発見できないようなこととかやっぱりあると思うんですよ、うんうん、なんか加賀さんの毛穴とか毛穴って言ったら、なんか本当に近いところでしか見れない何かがあると思うので、その毎公演毎公演の違いとか細かいところ探していただけたらなって思います、はい、ぜひ楽しみにしててください。おー、ゆっちがいいこと言ってて、隣の先輩2人が邪魔をしています。違くて、加賀さんの毛穴って言った瞬間にすごい嫌そうです。絶対俺のこと嫌いだろう。してないしてないんだよ。泣きそうな顔で。本気のやつ。絶対なんかやってやっかな舞台上で。怖い。じゃあせっかくですからね、かのんちゃんお願いします。あ、おー、見てください。下がります。ちょっと待って、なーって言ったんでしょうか今。早すぎて、早すぎてね、これなーって、もう一回だけ。ほら、見てらっしゃい。見てください。なんで1回目変だったの、2回やらす。いや、本当に聞こえなくてさ。でも、本当にフレッシュで可愛いですね。いいね、これが一発目ですからね。やっぱベテランも使えるのかな、これは。沢田さん、楽しみにしてますから、僕らも。お願いしますね。一緒にやるんだよ。楽しみにしてます。見てますから、私見てますから。よろしくお願いします。さあ、そして締めでちょっとね、支配人よろしくお願いします。はい、でも何やかんや見てますけど。何やかんや言うてますけど。関西のおばはんが全然聞いてない。何やかんや言うてますけど。いや、本当にめちゃくちゃ楽しみです。この1週間ぐらいほぼこう毎日稽古やらせてもらって、うん、なんて言うんだろうな、こう もちろん去年のことが忘れられなくてっていう気持ちは来たんですけど、いや、今年は今年でさらにパワーアップしたなっていうのを毎日毎日こう感じられるっていうか、うん、やっぱこの脚本もそうですけれども、
なんかやるたびに、あ、これこういう解釈だったんだ、こういうことだったんだってやっていくうちにも、こう自分で見ててもみんなメンバーのコントを見て笑っちゃう、大声で笑っちゃうくらい本当に楽しいところたくさんあったし、何回見てもこう、もうこれ6回以上見ても全然飽きないと思いますし、うん、なんすか、何ですか、いや、ちょっと何なのかと思ったみたいな、何なの、あいつ怒らせると怖い、あいつ誰